第7レース予選競争ラッキーレース穴がし7、内から1番6番2番ダッシュ3番4番5番です。スタートしました。スローの3艇が揃ったスタート。1号艇三島、6号艇白石、そして2号艇新田となっています。1マーク先手は1号艇三島、引いていく6号艇白石、外前は2号艇新田、さらには内々3号艇平岡、バックに入って先頭は1号艇三島が踏ん張っています。内側から粘って一定審査は6号艇白石、外からは2号艇新田となっています。スタートは正常です。1周2マーク、ここは先手を取っていく1号艇三島、2号艇新田は外へ行く、内側ついてくる6号艇白石、確定ホーム側へと戻ります。先頭は1号艇三島、2番艇こちらは6号艇、2号艇ほぼ並走、わずかに内遊星6号艇白井、外からは2号艇新田でレースは2周目1マークに移っています。先頭は1号艇三島、2番艇6号艇白井鋭く懐を狙っていきますが、先頭は1号艇三島誠二、2番手追走6号艇白井英二、3番手差がついて2号艇新田康明となっています。上位体系は1番、6番、2番の体制、レースは2周2マークです。トップ構想1号艇三島に2番手がここも内側狙う、差しを選択、そしてこれが届いた並走とした内側から6号艇白井、外から1号艇三島、先頭争いが接戦状態に変わってレースは最終周回に入っています。3周の1マーク、今度は先手を取っていく6号艇白井英二に1号艇三島誠二、懐ここも狙っていきますが、リードを取った先頭は6号艇白井、2番手に1号艇三島。